作ります。はい、ジュース2種類ぐらい作りたいけど、まあまず、はい、スイカにしましょう。はい、赤いとこだけにします。種は入れない。食べる？ピーちゃんの好きなプラム。プラム。真ん中に種が入ってるから、皮も食べれるし、うん、このまま桃とかマンゴーとかみたいに切ったらいいんじゃないかな。こんな綺麗さを求めなくても。切ったところで、そうそうそう、ね、何より早く飲みたいもんね。あとこのフードプロセッサーで回せるぐらいのサイズに切って、入れます。一旦これだけで回るといいけど、入ってないからこうなるんやって。柔らかいやつがもう、うん、柔らかいフルーツがこの葉の方に当たるようにしてあげるとこうジュースにしやすいよ。リンゴとかやったらこうなかなか、うんうん、ちょっと手作りして、何ピンチがライム好きだからライムします。わーい、飾りが欲しいから飾り用にちょっと取って置いて2枚してあげると、ライムレモンより硬いから。もうちょっと何か入れてもいいような気がする。これ入れる、ちょっと塩美味しいけど、まあまあもうちょっと、うーん、ちょっと味を締めたいというか、ぼやっとしてるから。なるほど、味を締めるために、なんか天然っぽいお塩の方がいいですね。ミネラル入ってそうな岩塩とか、そうそうそう、閉めると横から出てくる。でいいでしょ、できた、できたと思う。この組み合わせいいかも。美味しいじゃん。プラムの皮も取らない方が、うん、つぶつぶしてて美味しそう。これでいいかな。完成。